夜通し練習したなら昨日よりも幾分かマシになっているかと思ったら、初めの声のみずみずしさはどうした。耳がガサついてしょうがない。そんな歌では眠れないな。今度こそしまいだ。王様、申し訳ありませんでした。明日はもっと良い歌をお聞かせします。どうかチャンスをください。まだ居座る気か。王様に眠っていただくまで私は諦めません。はい、今日の稽古はここまで。来週からは立ち稽古に入るよ。立ち稽古って台本を見ずにやるんだよね。まだセリフ入ってねえぞ。まったく、お前みたいなやつがジャックエースで主役だなんて、クォーツが演じるのは悲劇か。おとり、アルジャンヌもジャンヌ顔というだけで選ばれたようなやつだし。おい、言い過ぎだろ。ふん、いい。新人公演でクラス優勝を取れるかどうかはお前たちにかかっている。来週の立ち稽古楽しみにしているからね。なんだよ畜生。キサちゃん大丈夫？なんで同期で足の引っ張り合いしなきゃなんねんだ。そんな歌では眠れないな。今度こそしまいだ。王様、申し訳ありませんでした。明日はもっと良い歌をお聞かせします。どうかチャンスをください。今日から立ち稽古、台本を見ずに稽古を進めているんだけど。まだ居座る気か。王様に眠っていただくまで私は諦めません。つまらない歌をいつまでも聞くつもりはないからな。すみません、つまらない歌をいつまでも聞くつもりはないからな。はい、いつまでも聞くつもりはないからな。くそ。アプリコット、そうだわ、アプリコット。アプリコットがどうしたの？夜長くん、そこは娘の突飛な発言に驚いて声をかけるところだから、もっとスムーズに。あと娘の方をちゃんと向いて。もう一回。はい。アプリコットがどうしたの？夜長くん、ロボットダンスみたいになってる。個人的には好きだけど、このシーンには合わないよ。すみません。なんでこんなに体がこわばっちゃうんだろう。スズくんもソウちゃんも苦戦しているみたい。はい、じゃあ次は橘くんから。はい、私村を出てからろくに食べていなかったんです。それなのに無理をして夜通し歌の練習をしたから喉を痛めてしまったんだわ。占い師様、アプリコットが幸運を呼ぶ食べ物なんですよね。うん、オッケー。しっかり授業で学んでいるようだな。その感覚忘れないで。はい、よかった、うまくいった。はい、ここで大鳥くん。なんであんなおかしなやつを城に置かなければならないのだ。それが王のお心とあらば。大鳥くん、セリフも演技もバッチリ入ってる。今日はここまで。くそ。スズくん、ソウちゃん、ダメだ、セリフが覚えらんねえ。僕は自分のセリフになると焦って固まっちゃう。やあやあ、お困りのようだね。またお前かよ。いつもの威勢はどうした？随分としおれているな。まあ、あれだけ周りに迷惑をかければ当然か。いい加減、自分一人の力で道を切り開く努力をしたらどうだ。そう、僕のようにね。僕は誰にも頼らず、一人ストイックに自分を追い込んでいる。だからこそ今日のように結果が出せた。舞台は孤独な場所、そう言っただろう。お前が忘れたセリフをお前以外の誰かが言ってくれるのか。頼れるものは自分しかいない。これ以上集体を晒すようなら役を降りたらいい。幸い僕の頭には全ての登場人物のセリフが入っている。いつでも主役と交代してやろう。くそ、悔しい。
しいけど、今日の大鳥セリフ完璧だったよ。騎士の役もしっかり入ってたよね。しっかり動けてた。どうしたらいいんだろう。織巻、今日もセリフ入ってなかったな。夜長は足がもつれて転ぶし、何やってんだか。お疲れ様です。立花、お疲れ。はあ、私も今日の稽古はうまくいかなかった。どこかで一人稽古しよう。よし、ここで。まだ居座る気か。すずくん、つまらない歌を聞くつもりはないからな。いつまでも聞くつもりはないからな。だいつまでもが抜けてる。くそ、いつまでも初めからやり直すぞ。場所を変えよう。ここなら。アプリコットがどうしたの？あ、このセリフの時、娘さんを見て体の向きも変える。鈴くんもそうちゃんも一人で頑張ってる。場所を変えよう。私も稽古しないと。